こんにちは、ふうこすです。本日もヘビーレインやっていきましょう。いや、本当に雨が降ってますね。前回パートで、連続してですね、Eさんが主人公でやっております。前回は多分だけどスコットって名前だったと思う、あのおデブちゃんの私立探偵ね、が主人公だった時に手に入れたアイテムっていうのを、なぜかEさんがロッカールームで手に入れるというオチでございました。さて、ここモーテルだね。誰も張り込みしてないな、パパラッチはいないな。オッケーオッケー。ということで箱を開けようと思ったんですけど、ロッカーの中に何が入ってるんだ。そういうの気になるよね。あれ、ちょっと待って、出ていけちゃう。これ待って、箱を見る前に出ていくのやばい。待って、207号室ですね。他には、What's the connection with Sean's disappearance? I took a room in the first motel I saw. Am I the one who put this box in the locker? I don't remember. これでちょっと脳も目覚めたでしょう。続きまして、開ける。Gotta open it. Find out what's inside. 中身を確かめろ。自分にすごい言い聞かせるようなね。顔を洗った直後の顔色はいつもよりちょっと白いけど、まださっきよりも眠気は増した。と言わんばかりの表情をしております。さて、続いて。なんか薬ある。ああ、でも俺に合う薬はねえなーっていう感じだな。で、さっき心、そうこれオープン、オープン。ハンガーと、おお、扇風機ですか。うわー、でもなんか回したらめっちゃ埃飛んできそう。で、こう椅子に座ったら多分あれになっちゃうから、窓を開けといて出れちゃう。あ、出れるんだね。ああ、ここに座るのもありなんだなー。でも雨も降ってるしな、外高速道路だし、別に眺めもそんなに良くなさそうだから、中入っとこうか。はい、じゃあ閉めましょう。でもなんか雨降りしきる中でね、こう横たわるとかっていうの、あの布団に入るとかね、ベッドの横になるとか結構好きだったな。一人暮らしの時とかそんな風にね、あの休みの日なんかはに雨が降ったりとかしてたら、もうずっとベッドの中で横になりながらボケーと過ごす。According to our sources, a child disappeared from the Stanton district yesterday evening. He was last seen playing in the park with his father. Full details are unknown, but following the disappearance of Jeremy Bowles, there is suspicion that this again may be the work of the Origami Killer. If confirmed, it will bring the number of victims to 9. 関与が確定すれば、まだ犠牲者になったかどうかわからないよ。まだ犠牲になったかどうかっていうのは確定してない。ということで、お待たせしました。箱を開けましょう。迷っている暇はない。オープンセサミン。箱の中身は何だろう。箱の中身。銃。どういうあれ？でもさ、折り紙殺人鬼はさ、その水たまりかなんか3、4に沈めてたもんで、10、デザートイーグルか、これ。1、1つ目の折り紙は、何これ、お猿さん違うな、ネズミっぽいね。あ、バラしていくのか。そうすると中に何、息子勇気、救う勇気あるか、ジョーのガレージへ行け。レキシントン市ルーズベルトアーベニュー4988番。おお、中になんかあった。で、他にはちょっと、ああ、これは見たね。じゃあ続いて、このスマホか。あ、で、これを入れると中に何かが出てくるというものだね。映像か何かか。なんでこれを、それを持ってんのって話だよね。その、なんだっけ、あの人、コンビニの人。ダッシュパン。あ、ショーンの声。え？どういうこと？どういうこと？じゃあもうこの映像が今愛するものだね。
そうみたいなこと言ってんだ。メイクやチョイスだ。The game begins。 5つの折り紙、1つ1つが試練を表し、各試練で手紙が手に入る。住所は手紙に。え、じゃあこれを持っていかなあかんってことやな。え、ちょっと待って、他の手紙も見ようや。他を見ないと。銃だけ持って、あ、なるほどね。他を見てどうする気、どうする気。じゃあとりあえずベッドの下に入れとこう。誰にも、あ、でベッドの下やっぱ掃除入ってもいいから、あれかね。え、どうする気、どうなる。勝手にイーサンが歩いてる。僕何もしてない。時は勝手に流れてる。そして車も動いている。え、だーって、父さん父さん助けてっていうのは父さんに向かって言ってるのか、それとも殺人鬼が面白がって撮ってるのか、どっちなんだろう。え、あ、パートが終了しました。はい、ちょっとすごく短いパートなんだけど、謎が深まるばかりですね。 The killer is white, age between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything